フィギュア大国日本で今話題になっているちょっと変わったフィギュア作品がある。味のある質感を持つこのフィギュアたち、なんと全て段ボールでできている。あ、結構こういう運び方知っても大丈夫なんでね。そうですね、壊れてもなすごいし、これさっと大丈夫ですか？全然大丈夫です。貴重な作品でありながら意外にもざっくりと取り扱うのにまず驚いた。制作者はブブブさん。まあ、絵はやってたんですよ。なんかわかんないけど、息抜きで絵が嫌になった時にダンボールいじってたらこっちの方が楽しくなっちゃって。その一番の特徴は何といっても変形ロボットであるところだ。オリジナルデザインのこちらのバイクもさらに、各関節がフル稼働するのはもちろん、変形ロジックを考え抜かれたロボは無駄なく美しく変形する。ダンボールとは思えないそのクオリティに日本のネットを中心に大きな話題となり、テレビにも出演した。しかしこのクオリティになるためにたくさんの試行錯誤が繰り返された。この日ってこういう関節から始まったんですよ。でもやっぱ無理あって、いろいろと稼働、ここタイヤ稼働しないし、これはもうこういう感じですね。これは円形じゃなくて中に人が乗ってるんですよ。かっけえ。制作中の次回作は竜をモチーフにしたオリジナルデザイン。ブブブさんが手を動かし始めると、あれよあれよという間に竜が姿を変えていく。ブブブさんは複雑な変形でもそのほとんどを頭の中で考えている。あれ、わかんなくなっちゃった。これ何でしたっけ？これ足ですね。これ何でしたっけ？これ竜の手ですね。あれ、これは何でしたっけ？これ竜の首です。でこれ竜の尻尾で、これ竜の羽です。もともと変形ロボットが大好きだというブブブさん、ネットの動画や膨大な資料から変形のロジックのアイディアを次々に生み出している。数少ないラフスケッチを見せてもらったが、とてもシンプルだ。多分色塗ったらプラモデルなんですね。これも何も塗装してないです。塗装している作品はほんのわずか。そのほとんどは模様も含め段ボールの素材の良さを生かしている。例えばまだこれは何もなんか全然ブランドついてないですけど、こうやってこうしてこういう風にするだけで、手の油分プラス今後のなんか作ってる間の時間経過でパーツとかね、こういい感じになるじゃないですか。革製品っぽさが多分一番自分の中でヒットしたんですよね。ダンボールはそれぞれ個性があるというブブブさん、ダンボールの魅力を語り出すと止まらない。おしゃれなワイン入ってたやつとかあるじゃないですか。おしゃれなワインだからやっぱおしゃれなダンボール使ってるんですよ。ってなるともう持ってくるしかないじゃないですか。プリングルスが非常にいい味出してて、紙質からアメリカンな感じがするんですよ。アラがあるんですよ、綺麗な。これがまさにこう服のいい感じを出すというか、お酒とか結構、まあ、安定してるっていうか、ツルツルで硬くて、まあ粗めもこんくらいなんですけど、こう他の飲み物とかになってくるとやっぱ微妙に違うんですよ。出会いでテンションが変わるんですよね。だからその黄色いのはレタスのダンボールなんですけど、これ持っていくしかないでしょ。自分はまあここにいるけど、ロボが世界でちょっと有名になってチヤホヤされて、あいつかっけえんだよって言われて、まあ、ロボも嬉しいじゃないですか。それが嬉しい感じですね。